はい、スモンガーと申します。TCG クリエイターエタルベータでよるリビングビクトリーのウェブ版作成動画を作っていきたいと思います。今回は、バックサポートを作っていきたいと思います。リビングビクトリーの効果の一つですよね。で、まずは、コマンドプロンプで作成。はい。では、バックサポート作っていきたいと思います。エターナルテストで、変数チェーンコールですね。ターンは共通で、チェーンは、グロイドフェーズを作ります。エターナルモンスターは、場所は自分っぽいですね。バックサポートは、全員をこう、攻撃力を上げる効果なので、防衛ですね。で、バックサポート。で、難しいのはここからで、自分の、インバリットモンスターっていうのは、効果のあるモンスター、効果のあるカードのことなんですけど、フィールド位置が、これでいけるかな。これもね、この計算式エディターが出ればいいんですけど、ちょっとここら辺まだ作り込めてなくて。入って、で、戦闘中も使います。なるほど。で、ガルメンは、3で。セーブと。で、モンスターに、怠け者に、バックサポートの怠け者をつけてみましょう。はい。はい。カメさんは、さあ、フォローに行きましょう。相手ダメージだって。
で召喚して。ほい。来てないね。来てないんじゃなくて。これ何かっていうと、まあ、すぐわかると思うんですけど。そうですね。今これでプラス3でされてます。他のところに召喚してもプラス3でされなければ、OK ですね。はい、成功しました。よかった、よかった。このコンフィグの、このアドドバリアブルショーは、変数、これ攻撃値とか防御値が変動したときに、表示されるってことですね。で、今回攻撃値が変動するので、これでできていると思います。では、ご清聴ありがとうございました。もしこの動画を見て私のツールに興味を持ってきたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、その他、もろもろ書いてあります。いつも通り。あ、コメント欄とかも、まあ、もし、なんか、まあ、わかりにくいよとか、多分、みんな思っていると思うんですけど、そういうのも含めて、コメントしてくれると嬉しいです。以上です。どうもありがとうございました。